ママ。何ニヤニヤしてるの？おかしな二人。ママ、いつもありがとう。何？だって5月14日は母の日だよ。嬉しい。これどうしたの？お小遣いを貯めて買ったんだもん。ねえ。ねえ、パパは？ん？何が？母の日のプレゼント。やっば、完全に忘れてた。パパ、忘れてたんでしょ。んなわけないじゃん。ああ、ママ、あのこれ、パパからの気持ち。食べかけ。みんな喜ぶなって。というわけで、5月14日は母の日。テキメンストーリー母の日スペシャルをどうぞ。どうぞ。ニーニー遅いね。ね、ちょっと遅いね。ママはお腹空いた。いつもならもう帰ってくる時間なのにね。先食べよっか。うん、そうしよう。いただきます。今日ニーニーの好きなハンバーグなのにね。ねえ、早く帰ってこないかな。うん、ただいま。おかえり。遅かったじゃん、どこ行ってたの？今日はニーニーの好きなハンバーグだよ。うん。ニーニーどうしたのかな。たけるくん、なんかあった？別に。おい、何やってんだよ。ほっぺたどうしたの？ごちそうさまでした。どうしたんだろう。ママすごく心配。元気なかったね。今日何かあるの？今日はね、たけるくんのサッカーの大会があるの。へえ。ファイトだって。頑張るってこと？今日は大事な試合だから頑張ってほしいんだ。そうだね。ママ、おはよう。おはよう。じゃあ今日は頑張ってね。ファイト。うん、行ってきます。頑張ってね、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。急に頭痛くなっちゃって。ごめんね、ちょっと横になるね。
今日は大事な試合だから頑張ってほしいんだ。はい、どうぞ。ママは？頭が痛くて横になるって。メイ？何？ママの代わりに夕飯の準備しよう。あ！ニーニー行けない！今日は母の日だった！それなのに朝はママに嫌な態度取っちゃった。メイ、今度はママが元気になるように俺たちが美味しいカレー作らない？そうしよう。ニーニー、ちょっと待ってて。エプロン。できた！できた！ママはメイとニーニーの間。ねえニーニー、ママ呼んでこよう。わかった。ちゃった。ご飯作ってくれたの？うん。だって今日は母の日じゃん。さあ、早く起きて。なになに？わあ、すごい。これたけるくんとめいちゃんが作ってくれたの？うん、そうだよ。めい、玉ねぎ切った。僕は人参とじゃがいも。いただきます。あー、美味しそう。食べるのもったいないな。美味しい。うん、美味しい。よかった。ママ。何？今日サッカーの試合で2点取ったんだよ。すごーい。やったじゃん。おめでとう。ママが書いてくれたファイトのおかげ。はい、どうぞ。ママ、頭痛いのどう？たけるくんとめいちゃんが作ってくれたカレー食べたらなんだか治っちゃった。よかった。ママはいつも自分のことよりも家族のために、朝早くから夜遅くまでずっと働いてくれる。ママ、いつもありがとう。どういたしまして。めいちゃんとたけるくんもいつも笑顔ありがとう。どういたしまして。息子たちよ、ママはあなたたちがいてくれるからいつも頑張れる。
朝ごはん作ることで始まる。お掃除やお洗濯、頑張る姿。自分のことを